はい、今日はさよならパーティーでーす。本日ついにさよならだ。2回目、2ヶ月ぐらいお世話になったセレナ、はい、大社のセレナさんとお別れです。最後にね、洗車して綺麗にしてあげたいと思います。はい、まあ、最後のね、ドライブになるので2ヶ月間ありがとうという気持ちを込めて乗ってくださいね。はい、あの時みたいにさ、ハッピーゼットあの時食べてみてにさ、このまま普通に食べるんじゃなくてさ、これ倒してさ、そしてさ、ハッピーセットじゃないで、うん、セット今回はサービスエリアでなんか買って、あの時のハッピーセットしようかな。まあ、ハッピーセットじゃないのは知ったよね。サイゼリアやろ。サイゼリア違う、あ、違う、サービスエリアって。あ、ほんま椅子を倒して食べたい。うん、あの時みたいに。それが楽しかったよな。はぁ、全体がお腹へダイレクトアタック。ごめん、すっきり、いやすっきり、今回はすっきり。はい、どんどん綺麗になっていくよ。うわー、現れてきた、すげえ。顔振動で、ちょっと渡るくん風邪気味です。これが豊かや、この温度が豊かや。うわー、パンツだ。豊か、俺からしたらこの温度が一番いいわ。あ、ちょうどいいってこと、気持ちいい。いや、そこ、あそこ上がりよ。後ろ絶対やばいってあげちゃう。ここ、この上大丈夫、後ろ絶対やばい。あ、ギダ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 。はい、OK になりました。無事無事を。それじゃあサービスエリアに向かって出発。出発です。パーキングエリア寄ったんですけど、ちょっとおろおる。車に持って入れるようなのがなくて、食堂みたいな感じのとこしかなかったので、まあ、なぜかおやつを買って戻ります。見てこれ、クッキーや。美味しそうやな。はい、戻ってきました、車に。まだパーキングあるかどうかちょっとわかんないんだけど、とりあえず進んでみて、なかったら降りたとこでね、お店をね、探そうと思います。はい、結局、パーキングエリアなくて、マクドとセブンイレブンで買いました。これ開けて。それではここで、プチさよならパーティーしたいと思います。これ食べ終わったらね、すぐ、もうバイバイなので、乗り心地を噛み締めながら食べてください。はい、こぼさないように。てか、あのサメじゃない、台車やから。台車じゃないし、なんで台車からまた台車に変わるの。次はちゃんと買った車に変わります。買った車って台車や。じゃあ違う、台車って代わりの車ってことやから。そう、遊び方同じやのやつ出た。これね、プシュって音が聞こえる。ミニオンもです。これとこれは同じ遊び方。プシュってなります、プシュってなります。うまいね。うめえな。ほら、チンコ。まさしく下ネタ使うのやめろ。募集です、募集です。お前、下ネタ使う。やばいっすね。潰してあげようか、肩。まずさ、これにつけて、そしてこれにつけたらピリピリで美味しいっていう感じになる。じゃねえよ、ピリピリになるじゃん、ほんまに。美
多めにつけて、少なめにつけて。ピリピリ、おいしい。辛くもないし、ピリピリもない。ない。甘いソース。やってみ。甘いソースもやったことあるし。やったことある。やってみ。まあ、もう帰る。ちょっとやってみなさい。横乗り検索。横乗り検索。すごい。よく乗りするのね、かわいい。ごめんなさい。よく乗りけ。痛いっす。ちょうどちょ、頭ちゃくるんだ。あー、皆さん注目です。たけちゃんの頭には、でっかいでっかい。あー、言わんな。頭のてっぺんのところには、頭があります。でっかいでっかい。頭があります。丸ろうがあります。え、袋？袋じゃなくて、袋やろ。あ、袋。袋。袋やし。俺が言ったのはでかいの。でかい。袋。袋がここのちょっとやばいやろ。袋。当面の袋。袋。袋って言ったから。袋。違う。袋がいます。さてさて、食べようか。まだ食べ終わってないやん。やばい。いや、これ2年だから。意味が分かる。やっぱ大人にはかなわへんわな。大人早すぎるわ、もうマジで。早すぎるわ。朝。とても遅すぎるわ。やばかった。何食った？見せてみ。はい。皆さん、これ入ってますよね。ほら、完全に入ってます。同じか。嘘つきだー。こっちだけ食べました。こっちのやつ、こっちのやつだけねえ、元からあったよ。で、こっちのやつはまだ食べれていません。こっちは全部食べれた。ほら、あがる。良い子は嘘をつかないようにしね。嘘ついてないよ。こんな変態。変態じゃない。嘘ついてない。真似をしちゃダメよ。君は違うよ。はい、ごちそうさましたので、今一生懸命拭いてます。お掃除きれいにして返したいと思います。どうやってここ上げるの？疲れた。どうやってここ上げるの？上げる。どうやってこれ上げるんだ？はい、到着しました。マスクがないです。マスク下落としてるやん。いや、あれ汚い。じゃあ、たま自分が落としたい。たけちゃん、あげるマスクって。こう、椅子って。はい、じゃあ2人とも降りて。もうこの車に乗ることはまあ多分ないので、車にね、ありがとうの気持ちを伝えてください。あの、お母さん、これ持って、ちょっと。ありがとうございます。はい、今までありがとうの気持ちを伝えてください。ありがとうございました。ありがとうございました、今まで2ヶ月ちょっと。ありがとうございました。じゃあまた新しい車もまた紹介したいと思います。ありがとう。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。